3、2、1。めっちゃ美味しい。うまい以外なんもない。やっぱりこのパンの食感とかはやっぱりもうムニエ様々っていうか美味しいよ。あ、もうフランス人というかフランスならではの生地を使ってクリスマス時期のシュトレン作ります。特徴としてはまずオーバーナイトで発酵させるということと、あとマセレっていうね、あの砂糖にお酒を加えてあの香りを立たせるっていう手法というか製法。今回のブリオッシュ のポイントはこのマセレなんですよ。っていう本当造語で、お砂糖、今回グラニュー糖です。グラニュー糖に1割ぐらいの、チェリーミニエシはマセレっていう風に作ったんですよね。こうやって丸めてもいいけど、だいたいね、冷蔵生地ってまだ硬いからね、どうしてもこうやってなりやすい。だから形整えて、ほんで OK。 シュトレンってなんかこう こんなんでしょ。別に穴のじゃなくてもいいから、ただこのフルーツを全体に海苔巻き作ったことある人、最初にギュッとしないとあと巻けないでしょ。これだけ。よし、ここだとパン潰れちゃうんでね、ほんとまだあったかい時にこうバターを。フレンチシュトレンです。冷蔵発酵させたすごいふわふわの柔らかいブリオッシュに、もう中身はシュトレン、マジパン使ってフルーツ使ってっていうシュトレンですね。やっぱり製法とかマセレとかもあって、すごい香り高い、まあ柔らかいシュトレンが焼き上がったのでね、冷蔵発酵で管理がちょっと難しいかもしれないんだけど、簡単だと思うので作っていただきたいシュトレンです。